第4試合タッグリーグザベスト94公式戦30分一本勝負、赤コーナーの下田美誠選手、三田悦子選手です。まずはお二人に今年1年間を振り返っていただいて、どういう年だったでしょうか。今年最後のタッグリーグで優勝する優勝するってすごい言ってたんですけど、結局優勝できなかったくてちょっと残念なんですけど、まあ優勝してもおかしくないような戦いをしてきたつもりなんで、今日は1年の総まとめとして私たちなりに思う存分暴れたいと思います。三田選手、今年1年間はすごいタッグとしてやってきて、自分たちとしては充実したとは言えないですけど、まあそれなりに頑張ってきたんで、今日は、1年間の締めくくりとして、今までやってきたことの気持ちをリングに出して頑張りたいと思います。そのタッグリーグですが、今日までの戦績が、3勝2敗1分けの得点7、優勝はなくなったわけですけど、二冠王者としての最後を締めくくりたいですね。まあ優勝できなかったから大きいことは言えないんですけどね、まあとりあえずタッグでこれだけやってきたってことを出したいと思います。そうですね、はい、このタッグリーグを自分たちが面白くさせたと思ってるんで最後もまあバッチリ決めたいと思います。じゃあ何かを期待してます。ありがとうございました。続いて青コーナー、南鈴鹿選手、伊藤薫選手です。お二人、今年1年間を振り返って一体どんな年だったでしょうか。あっという間に過ぎた年でした。伊藤選手、そうですね、自分もやっぱりなんやかんや考えてる間もなく、もうあっという間に過ぎてしまったんで、はい、いよいよ本日がタッグリーグ最終戦となるわけですが、今まで2勝3敗1分け得点5ですが、このタッグリーグを振り返って感想をお聞かせください。そうですね、成績的にはあんまり良くないんですけど、伊藤のハッスルプレーにはすごい刺激を受けたんで、今回は10年のキャリアを出し切って頑張りたいと思います。そうですね、自分は去年は同期の鍋と組んで、今年はやっぱり先輩の南さんと組ませていただいて、すごい勉強になったんで、それをこれからも生かして、今日は三田選手、島田選手と当たるんですけど、いつも好き放題やられてるんで、今日はもうこっちが好き放題やりたいと思います。期待します。頑張ってください。第4試合タックリーグザベスト94公式戦30分一本勝負を行います。青コーナー、全日本チャンピオン150パウンド伊藤薫。同じく160パウンド南鈴鹿。中コーナー、ラスカチョーラスオレンタルス UWA 世界女子タッグ並びに JWP にてタッグチャンピオンチーム145パウンド下田美誠。同
同じく165パウンド三田悦子レフリー笹崎勝美。第4試合タッグリーグザベスト94公式戦30分一本勝負が行われる模様でありますが、おっとここでいきなり青コーナーの伊藤薫に宮城鶴組が伊藤薫が下段見舞いと突っかかってまいりましたね。さあいきなり場外へ、場外乱闘へと突っ込みます。さあトップロープから自分の手でお下がりください。これは変わらずね。さあ場内でもね気分かいましたね。はい、はい、公式戦だろうが何だろうがとにかく相手を潰す気でいってるんでしょうかね両チームとも。さあリング上は下田美誠伊藤薫であります。赤コーナー下田美誠三田悦子組、青コーナーは伊藤薫南津田組です。斉藤さん、このチームも両チームとも、はい、もう優勝の望みはないんですが、この試合にかける意気込みというか見どころはどういったところがあるでしょうか。そうですね、三田下田組といえばもう本当に後楽園のスターというかね、前場のタッグ部門の第一人者といいますか、そうですね、スパートですから、これも後楽園今日、なんて言うんでしょうね、クリスマスっぽいですけども、まあ、今年1年、はい、今日は見納めだけど、まあ、たっぷり私たちのプロレスを見ててくださいっていうぐらいじゃないですか。なるほど。南東組も本当にチームっぽくないんで、タグリーザベストの方ではね、そんなになんて言うんでしょう、あんまりプロデューサー成績が残せなかったんですけど、南選手も伊藤選手も個々の実力で言うとどちらかというと、はい、まあ、シングルプレイヤー向きでしかもややバイプレイヤーになりがちな選手なんで、はい、タッグマッチとして見るとやはり、島田美奈三田悦子組に分があるという気がしますね。ただその局面局面のね、はい、南選手の、プロレスの先生たる、はい、そういう動きとか、伊藤選手のあれですよ、技っていうかね、パワーっていうかね、かなりえげつない技になってますよね。どうなんですか、フットスタンプの最高なんか場外へトップロープから、うん、そうですね、えげつないっていうのはそうなのかもしれないですけど、ね、でもそれはまあ伊藤らしさっていうかね、はい、思いっきりいい攻撃っていうことですから、はい、なかなか楽しみな試合であります。さあ肩逆襟型に取られているのは伊藤薫。さあ下田美誠がこの表情で、さあ伊藤と叫びながら肩逆襟型の相手を捉えております。さあ上半身伊藤は伊藤、はい、南は南の動きを追っていったら試合は一瞬でいいんじゃないですか。なるほど、まあ、コンビネーションプレーといえばそれは三田下田の2人の方がたくさん持ってますから、さあ2人がかりの攻撃です。さあ膝を打ちつけてまいりました。かなりのダメージが負った模様でしょうか。さあそこのその膝へと足へと攻撃の焦点を絞っております。下田美誠、さあ伊藤薫かなり苦しい表情です。アキレス腱固めでしょうか。そうですよね、右足ちょっと負傷してるんですか。